古代史最大の謎、邪馬台国はどこにあったのでしょうか。ミステリー事件簿説では邪馬台国をある地域に否定しました。今はまだ明かせませんが、女王卑弥呼はその地域にいなければならない理由がありました。他の場所だと卑弥呼に都合が悪いのです。その場所とは一体どこなのでしょうか。この動画では石和神殿に従い、卑弥呼の国邪馬台国までの行程を推測していきます。そしてなぜ邪馬台国はその地域でなければならなかったのかもご紹介したいと思います。邪馬台国論争。古代ロマンの代表といえば邪馬台国はどこにあったのかという問題です。そして卑弥呼の存在です。この邪馬台国と卑弥呼に関しては多くの推測を呼び、様々な物語が創作されてきました。本当は存在しないのかもしれない、でも実在を裏付ける痕跡があるにはある、そしてさらに憶測を呼ぶというのを繰り返しているように思います。卑弥呼が日本を統治していたというなら天皇家とも無縁ではないはずです。古代史論争ほど結論の出ない論争はないのかもしれません。遺跡が出たとしても多分これは丸々に使われたと想像されるということくらいにとどめられるのは仕方がないことでしょう。その古代史論争で一番話題に上るのが邪馬台国の所在地です。邪馬台国は古代の日本列島にあったとされる国で、女王卑弥呼によって統治されていたといいます。ただしこれは中国の史書魏志倭人伝に書かれているだけで、まだ文字がなかった日本国内には当時の記録は存在しません。そのため邪馬台国がどこにあったのかについては過去さまざまな推測が行われてきました。最も古いものでは日本書紀があります。日本書紀では邪馬台国と大和朝廷は同じものであるとされ、卑弥呼は応神天皇の母である神宮皇后だと考えられました。もし卑弥呼イコール神宮皇后説ならば、邪馬台国イコール大和朝廷という風に解釈できます。これが本当なら天皇家のみならず日本という国の成り立ちにとって大きな疑問が出てきます。魏志倭人伝によれば、卑弥呼が魏に使者を送ったのは西暦239年3世紀前半とされます。一方大和朝廷の成立は4世紀の中頃、この間はほぼ100年と少しです。これを素直に見れば邪馬台国が発展しそのまま大和朝廷になったという説は流れとしてはごく自然に思えます。その場合卑弥呼は天皇家の祖先の一人ということになるでしょう。これが畿内説です。しかし邪馬台国を北九州に置く北九州説というものもあります。この説では邪馬台国は北九州地方にあった小国家で、やがて国力を蓄え大軍団を率いて瀬戸内海を東進、最終的に大和に入って国家を形成し大和朝廷へ発展したということになっています。この場合古事記や日本書紀にある神武天皇の統制を歴史的事実として見ることができます。またこれに似たものでは、邪馬台国は北九州にあったが後に滅ぼされ、それに取って代わった別の国が東進し大和朝廷になったというものもあります。前者なら卑弥呼はやはり天皇家の祖先の一人だし、後者なら全く無関係ということになるわけです。畿内説にとって心強いのは、奈良県桜井市の三輪山の近くにある纏向遺跡から近年次々と重要な考古学的発見がなされているという点です。この遺跡は実に大規模なもので、しかも東海、北陸、近畿、瀬戸内、吉備、出雲、さらには北九州まで、ほぼ全国各地で作られた土器が出土しています。つまり、当時の日本で最大の政治拠点だったことが分かっています。また、
近くにある箸墓古墳は日本最古の前方後円墳ではないかと言われ、サイズもほぼ魏志倭人伝の記述通りだそうで、時代も卑弥呼の時代とほぼ一致しているそうです。だからここに大きな国があったことはほぼ間違いない事実なのです。魏志倭人伝に残された謎。魏志倭人伝に細かく書かれた民族風俗的な事柄が南方系民族の印象が強く、南九州地方にいた隼人族との共通点が多い。魏志倭人伝では北九州地方にあった小さな国々についても詳細に紹介していますが、大和に至る途中にあったはずの吉備国や出雲国に関する記述がない。魏志倭人伝を読めば東へ進むという記述はなく、南へ進むと書かれています。畿内説ではこれを東と西を書き間違えたのだと説明しています。このようにキリがないほどの検証が北九州説、畿内説双方でなされています。また邪馬台国の候補地についても南九州説、四国説、長野説、さらには沖縄説まであります。いずれにせよ邪馬台国の問題は大和朝廷成立の根幹に関する重要な課題です。それを解き明かすことは同時に天皇家の成立という問題解明にもつながってくるのです。魏志倭人伝は邪馬台国が記された唯一の手がかり。邪馬台国とセットで語られるのは中国の歴史書三国志の一節である魏志倭人伝、邪馬台国を書き記した唯一の文章で、文字数は約2000文字。たったこれだけの文章なのです。邪馬台国があったとされる3世紀中頃について書かれた日本独自の歴史書はありません。したがって邪馬台国の存在そのものやその場所、当時の様子はこの2000字から紐解くしかないんです。邪馬台国への道のり。魏志倭人伝には現在の韓国あたりから邪馬台国への道のりがこんな感じで書いてあります。クヤ韓国から対馬国、水行7000より、対馬国から壱岐国、都会1000より、壱岐国から松羅国、南都会1000より、松羅国から糸国、東南立港500里、糸国からな国、東南百里な国から文国、東高百里、文国から東馬国、南へ水行20日、東馬国から邪馬台国、南へ水行10日、立行1ヶ月、そして邪馬台国到着。これを現在の地名に当てはめていくと、クヤ韓国は韓国のソウル周辺、対馬国は対馬、壱岐国は壱岐、松羅国は佐賀県唐津市の松浦半島周辺、糸国は福岡県糸島市、奈国は奈の国と称された現在の福岡市、文国は現在の福岡県宇美町。ここまでは順調にたどれます。問題となるのは文国から東馬国、そして邪馬台国への道のりです。文国から東馬国まで南に水行20日、そして女王のいる邪馬台国まではさらに南に水行10日。素直にこれに従うと東馬国ははるか南の海上、邪馬台国に至ってはさらに南の海上ということになってしまいます。永遠のテーマ。魏志倭人伝の一里は何メートル。魏志倭人伝を読んで邪馬台国へたどり着こうと考える人は必ずこの一里問題にぶつかります。例えば書かれた工程をたどって九州島の松羅国へ上陸したとします。次は松羅国から500里のところに糸国を探さなければなりません。さらに糸国から100里のところに奈国を、その過程では一里が何メートルかを決めなければ先に進めないのです。しかし
邪馬台国論争はすでに300年を超えましたが、この最も基本的な一里問題には明確な決着がついていません。魏志倭人伝は三国志の中の魏書の中の右岸線毗東夷伝の中の倭人伝という極めて部分的な記事です。右岸線毗東夷伝の中では多くの国について記されています。それらの記述の中で寒伝と倭人伝だけは明らかに当時の魏の利が用いられていないと言われています。魏の一里は約435メートルだったと言われています。ここでは便宜上その魏の尺度を長魏と呼ぶことにします。これに対して寒伝と倭人伝独自の短い尺度を短魏とします。長魏を採用すると大宝郡から邪馬台国までの総距離12000里は5000キロメートル以上になります。単純に直線距離で考えると沖縄をはるかに超えて赤道の方にまで行ってしまいます。ただそれでも短魏はなかったという立場の方もいます。それは主に邪馬台国を当時の中国における関連的な視点から考えようとする論者の方だと思われますが、倭国を呉の背後にある大国だと呉に思わせるためにわざと倭国を大きく描いたという説だったりします。概念的にはこのような大きさになるのでしょうか。明らかに倭人伝と寒伝の尺度は違うと考えた短魏説の研究者は昔から様々な方法で一里を算出してきました。一時的に古代王朝の度量衡が復活したのだとしてその数値を探したり、中国古代の天文科学書である周期算計の計測法を用いて導き出したり、様々な記述と実測値を比べて求めたりしています。その結果現在いわゆる短魏の一里はおおむね70メートルから100メートルぐらいになっています。一里問題に関しては皆様も独自の視点から納得いく数字を求められたら良いと思います。しかしそもそもこの短魏説やそれぞれの国の場所は本当に正しいのでしょうか。私は魏志倭人伝をちゃんと読んだことがありませんでした。そこで改めて魏志倭人伝を読んでみることにしました。するとどうでしょうか。私が今まで教えられていた和訳と魏志倭人伝の漢文の内容が随分と違うように感じました。例えばさっきお話しした魏志寒伝の距離がおかしいという短魏の根拠となった記述も私には正しいとした思えないのです。漢は大宝郡の南にある、東西は海をもって限りとなし、南は和と接す、およそ4000里四方、三種あり、1は馬漢といい、2は神漢といい、3は弁漢という。神漢は古の達国である。韓国はおよそ4000里四方、四方とは周囲という意味だと思いますので、これは当時の魏の距離で韓国は周囲約1740キロという意味です。そこで早速 Google マップで測ってみました。どうでしょうか。距離的に合ってますよね。でも大宝郡がとか思われる方もおられると思いますが、近年平壌周辺の墓で平壌が大宝郡だったと思われる遺物が発見されているらしく、今までのソウル近郊より北の平壌周辺が大宝郡だったことが分かりました。実はこれだけではないんですよ。その他も測ってみたんですが、どれもほぼ正確に魏の一里435メートルの距離と一致していることに気づきました。魏志倭人伝の中に対馬の周囲は400里174キロとあるんですけど、それも測るとほぼ一致してるんですよね。一体誰が距離が違うなんて言い出したんでしょうか。大宝郡のことに触れましたので、今から魏志倭人伝の解説に行こうと思います。大宝郡から和に至るには海岸に従い水上を行く、韓国を通り過ぎ南へ行ったり
東へ行ったりしながら和の北岸の供養韓国に到着する。7000よりである。はい、これわかりますか？この和訳おかしな点がいくつもありますよね。皆さん気づかれましたか？まあ距離7000よりはひとまず置いておいてください。私が一番気になったのは至るその北岸区や韓国です。邪馬台国の説明で出てくる朝鮮の地図をよく見てください。区や韓国の北側には海はありませんよね。どこにあるんですか、北の海は、ということです。義の使者は一体どこに着いたんでしょうか。次にこっちの区や韓国を見てください。どうですか？ありますよね、北岸が。そもそも見るべき地図自体が違っているのです。わざと間違ったとしか言いようがありません。そしてこれは皆さんでも気づかないと思いますが、従軍いたり大和という部分なんですが、これも間違った和訳だと私は思います。和訳では大砲軍から和に至るにはとなっていますが、従軍の従という意味は従えるみたいな意味もあるんですが、ルートなどを説明するときに使う中国語で通過するという意味もあるのです。特に和への工程を説明している部分なので、和に至るために大砲軍を通過し海岸に従い水上を行く、南へ行ったり東へ行ったり途中韓国を見て回り区や韓国の北岸に到着する、約7000里である、というふうにも和訳できます。では問題の7000里なんですが、文の最後に距離が書いていることに注目してください。これは大砲軍から区や韓国の距離ではありません。もしそうなら従軍いたり大和7000よりとここに距離が書かれるはずです。最後に距離を書く場合、総距離の可能性があります。でそもそもおかしいと思いませんか？魏志倭人伝の日本までの行程が中途半端な朝鮮半島からスタートしていることに誰も疑問に思わなかったんですかね。区や韓国の北岸から7000より約3000キロの大砲軍以外の場所、気づかれましたか？わかりませんか？答えは魏の首都洛陽に決まっているではありませんか。洛陽から区や韓国の北岸までの距離が約3000キロかかったと書いてあるんですよ。それでは実際に測ってみましょうか。はい、約3000キロ、7000里ですね。ちなみに途中海を渡ったのではと疑問に思う方もいると思いますが、魏志倭人伝に対馬を渡るときに初めて海を渡ったと書いてありますし、海岸線沿いを船で行ったとも書いてありますし、こういうルートだったと思いますよ。大荷物を持って行っていますし、海に沈めるわけにはいかないでしょうし、何より安全を第一に考えてたはずです。という感じで魏志倭人伝の行程を測っていった結果、その全てが正確に距離と方角が記述されていることに気がつきました。この邪馬台国までの国と皇帝、和人は大砲軍の東南大海の中にある山勝の島に身を寄せて国家機能を持つ集落を作っている。昔は百余国で漢の時朝見する者がいた。今交流の可能な国は30国である。魏志倭人伝には交流できる和の国が30カ国あると書いています。交流していない国を合わせれば和の国の数は実際にはもう少し多いでしょう。今回はいよいよ区や韓国以降の工程を解説していこうと思います。魏志倭人伝には区や韓国の次の国は対馬国と書かれています。そして対馬国はこんな国だとも言っています。初めて海を渡ること千里で対馬国に着く。その大観を彦と言い、副観を雛森という。対馬は絶縁の島で四方は400里ばかりか。土地は山が険しく雑木林が多く、道路は獣道のようだ。家が1000戸ほどある。良い田はなく、海産物を食べて自活し、船に乗って南北に行き米を買うなどした。区や韓国北岸から海を渡り約1000里、
450キロほど行くと対馬国に着いたと書いてあります。対馬国は絶縁の島だとも書いています。距離的にも現在の対馬に間違いないと思います。対馬の周囲400里と書いています。ではまた Google マップで測っていきましょう。うん、これも魏志倭人伝の記述に相違はなさそうです。周囲400里も問題ないでしょう。船に乗って南北に行き米を買うなどしたという記述も矛盾はありません。そして対馬国には1000戸ほどの家があると書いています。ということは当時は一夫多妻制だったそうなので、一戸あたり3人から5、6人住んでいたと仮定すると、対馬国には3000人から6000人が暮らしていたことになります。ちなみに現在の対馬市が約3万人の人口なので、当時の対馬国はかなり栄えていたようです。私の解釈の中でもぴったり記述通りです。対馬国は現在の対馬で間違いないでしょう。では対馬国の次はどの国に行ったのでしょうか。ここら辺から邪馬台国論争の修羅場になり、各国の否定地でみんなが揉めに揉めている危険な場所です。慎重に行かなければコメントで袋叩きに遭いそうです。それでは行ってみましょう。魏志倭人伝の和訳にはこうあります。対馬から南の海を渡った。この海の名は関海という。そして千里ほど行くと一大国に着いた。この国の役職者は彦と言い、副官をひなもりという。一大国の周囲は300里ばかりだろうか。竹林、草林が多く、雑木林が多い。そして3000余りの家がある。田はあるが、田を耕してもなお食べるには足らない。南や北に行き食料を調達しているとあります。諸説ありますが、他の中国の文献では一四国となっている場合もあり、一大国一四国どちらが正しいのかは私には判断できません。今回は魏志倭人伝に従い一大国とします。さてその一大国ですが、九州説や畿内説、その他ほとんどの説が壱岐の島を否定地にしています。それでは壱岐の島が一大国だったのか早速検証に入りましょう。とりあえず今回も距離については後回しにします。方が300里、周囲300里、135キロと書いています。なので早速 Google マップで測っていきましょう。どうでしょうか。残念ながら70から80キロメートルくらいしかありませんでした。前回対馬の周囲は合っていたので、一大国のこの結果を皆さんはどう捉えますか。私は記述と合っていないと思います。次に気になった記述は有3000家です。対馬国の3分の1に満たない壱岐の島ですが、なんと対馬国の約3倍の3000戸も家があったと書いています。つまり9000人から1万8000人もの人が住んでいたということです。現在の壱岐の島でも2万9000人しか住んでいませんし、この人口には違和感を感じます。そして最後にやはり距離になります。対馬から壱岐はせいぜい50キロちょっと。魏志倭人伝の記述には距離が千里、435キロと書かれています。なので魏志倭人伝の一大国と壱岐の島の共通点はせいぜい名前が似ているくらいではないでしょうか。あと一つ、魏志倭人伝の記述で不思議なのは、対馬国では島だとわかる部分があり、船に乗って南北に買いに行ってます。一大国の時には船とは書いていないんですよね。普通に考えれば一大国は島ではないと考えるのが妥当なのではないでしょうか。私の結論を述べますと、やはり一大国は壱岐の島ではなく別の場所にあったと考えられます。では一大国はどこにあったのかを検証してみましょう。一大国の場所、対馬から約435km の距離に一大国があったと仮定し、対馬から南の海を渡ったと
和訳されていますので、九州島を南に進んでみることにしましょう。そうなると、九州を東側と西側に行く2通りのルートが考えられます。まずは西側のルート、長崎県の西の海を通り鹿児島方面に向かって進むことにします。どうでしょうか。ちょうど九州の南に着きました。それでは今度は東ルートではどうでしょうか。東ルートでは日向あたりに着きました。どちらも九州説では有力な候補地の近くだと思います。ですが石和神殿の工程はまだまだ長いのです。鹿児島西部と日向そのどちらかが一大国だと否定したとして、今度はそこからまた千里 435km 海を渡り松尾国に行かねばなりません。ですので九州東西ルートだと鹿児島や日向にここまで近づいてしまうと、南九州一帯が邪馬台国にはなり得ないことは視聴者様もお気づきになったと思います。この九州ルートですが、日向からまた千里天草方面に時計回りに海を渡ったり、西ルートの鹿児島から大分方面に行ったりする九州を周回するルートはかなり現実離れしたルートではないでしょうか。あまりにも回り道しすぎています。ですので九州コースはありえないと考え、私の考察からは外れました。今度は九州から本州、四国方面に行くルートです。九州の東から瀬戸内海を通るルート、または四国の南側、高知方面に向かうルートです。瀬戸内海、四国ルートの検証ですが、北ルートは広島、松山、南は愛媛の宇和島市あたりに着きました。北ルートは大阪を、南ルートは高知を目指します。広島、松山は大都市ですのでかなり期待できそうです。まずは南ルートです。大分から豊後水道を通り四国に行くルートです。対馬から千里 435km 四国を南ルートで行くと、宇和島周辺が一大国になるでしょう。そしてそのまま次の松露国まで千里 435km で徳島市に着きます。徳島は四国説の本拠地なのでさらに期待が膨らみますが、実は次の国糸国まで南東に500里さらに2つ先の国那国文国まで合わせると合計700里300km を南東に歩いたと書いているんですよね。徳島の東南は海ですので歩けませんね。困りました。もし和歌山の御坊あたりに着いたとしても、やはり陸路で 300km 南東には行けませんので、四国に到着した時点で詰みました。よって南四国ルートは考察から外します。それでは次に瀬戸内海ルートはどうでしょうか。対馬国から瀬戸内海ルートで約 435km 行くと、本州では広島、四国では松山に着きました。どちらも大都市ですので一大国にふさわしい地域だと思います。そのまま次の国松露国に 435km 行ったとします。松山からは四国ではなく本土に向かいましょうか。そのまま行くと大阪湾にたどり着きます。さらに南下すると和歌山の御坊か田辺になりますので、さっきと同じ陸路の壁が出てきます。それならば大和川経由で奈良に向かうのはどうでしょうか。大和川からは邪馬台国の本命中の本命纏向遺跡に行けます。早速向かいましょう。ですが川を逆走ってどうなんでしょうか。現実的ではないように思えます。なぜなら私は大阪在住なので大和川を間近にいつも見ていますが、とてもじゃありませんが船で逆走できるような川ではないからです。もし仮に当時川幅が今より広く奈良方面に船で行けたとしても、そこから陸路になりますので、やはり紀伊半島を突き抜けてしまいます。このルートも積みました。それでは淀川はどうでしょうか。
淀川を船で登っていくと、距離的にはちょうど琵琶湖のどんつき長浜あたりが松露国になります。ですが一つ疑問があります。それは淀川を当時の船で逆走できるのかということです。だって船を必死に漕いだり陸から引っ張ったりするより歩いた方がどう考えても楽で安全だと思うんですよね。皆さんもそう思いませんか？でも邪馬台国研究者は本気でできると考えているんですよね。非論理的に感じます。話を進め、長浜が松露国と否定し先に進めます。長浜から南東へ陸行700里、糸国、那国を通り過ぎ文国に到着したとするならば、だいたい静岡県の静岡市から沼津あたりが文国となると思います。そのあたりを文国に否定したとして、さらにそこから南に船で20日かけて東馬国に行かなければなりません。そうなると伊豆諸島のどれかの島が東馬国になってしまいますね。とてもではありませんが現実的ではありません。惜しいところまで行きましたが、瀬戸内海淀川ルートもここで詰んでしまいました。ということで九州ルート、瀬戸内海ルートを検証していきましたが、どれも邪馬台国にはたどり着けませんでした。視聴者の方の中にはもうルートがないんではと思っている方もおられると思いますが、実はあと一つだけルートがあるんですよ。それは日本海ルートです。ですが日本海ルートでは石輪神殿の記述に矛盾が生じてしまいます。それはまた南に海を渡ること千より関海という名であるというところです。この和訳では南に船で千里となって方角が全く違うのです。ですが漢文は読み方で解釈が変わるということを皆さんにも知っていただきたいのです。対馬から見て一大国までの南の海は関海と書いています。関海が対馬海峡のことならば、千里よりはるかに小さくなってしまいます。最低でも対馬から一大国のあたりまでの千里の海の総称が関海だと解釈できます。ですので関海とは日本海だということなのではないでしょうか。当然対馬から見て次に渡る日本海は南にあるので、このような記述になってもおかしくはありません。日本海ルートですが、対馬から日本海側を進むとちょうど出雲に到着します。もう一つの候補に沖ノ島があります。沖と壱岐似ていませんか？しかも方が300里もぴったりなんですよね。有力な候補地だと思います。また出雲は神話にも登場した伝説の国ですよね。記述にも相違がないように感じます。ですが名前が一致していません。これは非常に困りました。いろいろ調べた結果、出雲の古代の呼び名で出雲という字を見つけました。これを中国読みすると、伊豆毛、伊豆毛、このようになり、一大国というより糸国に近い感じがします。出雲と一大似てるのは伊ぐらいですよね。さらにいろいろ調べた結果なんですけど、出雲国風土記の中に伊志郡という場所を見つけました。一木国の一木の中国語での発音と、一木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 、伊志、どうでしょうか？全く同じに聞こえませんか？少なくとも壱岐の島よりは似ているような気がします。この伊志という場所は櫛田姫が住んでいた場所と言われています。櫛田姫はスサノオノミコトの妻になった方です。ヤマタのオロチ退治のエピソードが有名ですよね。スサノオノミコトは櫛田姫と共に出雲国の基礎を作り、子孫の大国主の命が芦原の中津国を平定し治めたと言われていますね。ですので当時の伊志は出雲の中心的な場所だった、もしくは当時は
イーシ国と呼ばれていたのかもしれませんね。地名は千年も経てば変わるみたいなことを聞いたことがあります。そもそも現代の地名で各国を推測すること自体無理があるのかもしれません。最古の書物キキですら邪馬台国時代から約500年も後に書かれていますし、中国の書物にすら記載されていた邪馬台国という地名も現代に残ってないことを考えると、地名は気にしなくても良いような気がします。一帰国と一大国、なぜ二つの名前があるのか改めて考えると一つの仮説が成り立ちます。魏志倭人伝を眺めてみると、一という字はどうなんでしょうか。あまり意味のない字のような気がしてきませんか。もし一大国の一も一回と同じようなニュアンスだとすると、一大国ではなく大国と読める気がします。大国という意味なら出雲はこれ以上ないふさわしい国と言えるのではないでしょうか。また余談ですが、一大国の一大という文字は後に伊都国にあった国々を監視する一大卒という検察機関として出てきます。実は出雲と一大卒があった伊都国は神話の時代より深く関係しているのです。出雲が一大国ならば伊都国に一大卒を置かなければならない理由があったのです。詳しくは伊都国編でご紹介しようと思っています。一帰国から邪馬台国への道のり。一帰国の次の国は松羅国になります。松羅国は魏志倭人伝では次のように記されています。また一海を渡ること約千里で松羅国に至る。4000戸ほど家があり、山と海すれすれに沿って住んでいる。草木が盛んに茂り、行くとき前の人が見えない。魚やアワビを好んで取り、水の深い浅いにかかわらず皆潜ってこれを取っていると書かれています。地図上では一大国から千里約435キロ、海を行くと金沢周辺に到着しました。この辺りは古代より古氏の国と言われていたそうです。そして松羅国は家が4000戸あると書いています。前の国の一大国が3000戸なので、松羅国は出雲より大きな国になります。古代の古氏はかなりの大国でした。たびたび出雲に侵攻していたと書かれていますし、あの邪馬台のオロチも古氏からやってきたという伝承もあり、魏志倭人伝の記述に相違はないように思えます。しかし魏志倭人伝の記述には古氏の国ではなく松羅国となっています。なぜなのでしょうか。私は初め古氏の国にも松羅という地名があったのではないかと思い、いろいろ調べていました。ですが残念ながらいくら探しても松羅という地名を見つけることができませんでした。一般的には松羅国は音が似ているということで、松浦地方の佐賀県唐津市を推定する研究者が主流です。確かに松浦と松羅は似ています。ではやはり松羅国が松浦にあったのかと聞かれれば、私は絶対に違うと断言します。なぜならば松羅国の松羅は中国の発音ではこうなります。莫如莫如。本当は松羅国はモールー国だからです。ですので松浦がモールー国という解釈は、中国語を日本語に読み替えて松羅国と解釈し推定しているだけなのです。モールー国という国が古代の日本のどこかに実在したのかもしれませんが、私が文献を調べた範囲では見つけることができませんでした。松羅という中国の発音漢字が違いますが、末路という字もモールーと発音します。中国語で道の終わりという意味だそうです。モールー国が道の終わりの国と解釈できれば、道すなわち海の航海がここで終わったという意味なのかもしれません。モールー国についてはもう少し調べなければならないと思います。新しい発見があればまた動画にします。
少し時間をください。ともあれ、ミステリー事件簿説の解釈で進めますと、一大国から海を千里、約435キロ行くと、古紙の国、金沢周辺にたどり着きます。この周辺を、松良国と推定し、次の国、糸国を目指しましょう。糸国の場所。松良国から東南に陸上を500里行くと、糸国に到着する。漢は、実子といい、福は、永母子、または、平居子という。家が千戸ほどある。代々、王があり、皆、女王国に従属している。軍の使者が往来し、常に滞在するところである。と書いています。糸国の否定地ですが、大和時代の糸の阿方、現在の福岡県、糸島市の一部と、福岡市、西区の旧糸郡と否定している研究者が多いそうです。糸国は、松良国から東南に陸上を500里歩いたところに、あると書いています。松良国からは、徒歩で、邪馬台国に向かったと書いていますので、普通に考えれば、海沿いではなく、内陸部に向かったと推測できます。地図を見てみましょう。東南の方向に500里、約 200km となると、かなりの広範囲になります。この範囲から、糸国を探すとなると少々厄介です。糸国があまり、太平洋寄りになってしまうと、後の皇帝、南に、水行20日が控えていますので、前回の動画の考察と同じ結果になり、太平洋を突き抜けてしまいます。後の皇帝を考慮しつつ、私が推測した、糸国の場所は、千曲市から、上田、この辺りに、糸国があったと私は考えます。松露国から、ここまでのルートですが、北陸道を通ったのか、または南東に歩いて行ったのか、正直わかりません。もし、海沿いを歩いて行ったのなら疑問が出てきます。それは、そのまま船で行けるんではないのか、ということです。ですが、能登半島の潮の流れは結構激しいそうで、一度、流されてしまうと、新潟北部や、下手をしたら、青森まで流されてしまう可能性があります。ですので、松露国からは徒歩になったんではないでしょうか。北陸道を東に進み、ちょうど、糸魚川あたりを南下したのだと私は思っています。糸魚川です。糸魚川は、古代より、翡翠の産地として、有名でした。勾玉は、翡翠でできていることは、皆さんご存知だと思いますが、日本の勾玉のほとんどがここ、糸魚川の翡翠で製作されていたのは、ご存知でしょうか。翡翠の歴史。およそ5500年前の縄文時代に、日本の糸魚川地方で翡翠の彫刻が誕生しました。日本の宝石の歴史はここから始まったと言っても、過言ではありません。縄文時代中期には、大使というペンダントのようなものが製作され、日本各地で取引されるようになったそうです。弥生時代になると、勾玉や管玉の製作が盛んになりました。8世紀頃の伝説によると、現在の福井から新潟にかけて、古紙という古代国家があり、不思議な緑色の翡翠の彫刻を身につけた美しい姫、布川姫が国を治めていたという説もあります。数千年も続いた翡翠の文化は、紀元3世紀から7世紀、古墳時代中期から後期にかけて衰退し、6世紀頃には姿を消してしまいます。中国の貢ぎ物にも献上された大種ですが、実は、たったの2個の献上だったと書かれています。それくらい、勾玉は当時高価なものだったのです。一説では、大種一つで一国の価値があったとも言われています。邪馬台国時代の勾玉の希少性を考えれば、糸魚川周辺がいかに重要な地域だったのかがわかると思います。私は、糸魚川と糸国が無関係だったとはとても思えないのです。そして、この周辺を糸国と推定し、さらに次の国、那国に行きます。那国は、魏志倭人伝の記述にはこうあります。糸国から東南、那国に至る。百里である。漢は、芝子といい、福は、ひどぼりという、二万個がある。
とあります。伊都国から東南に約 43km 行くと、魏の使者は軽井沢周辺に到着しました。そして驚くことに、那国には2万戸の家があると書いています。2万戸、これは現代の人口に換算すれば約10万人くらいになります。もちろん軽井沢だけの人口というわけではなく、那国は軽井沢を含むもっと大きな範囲の国だったと推測できます。具体的にはこんな感じだったのではないでしょうか。私は那国とは古代の信濃国だったのではないかと推測しています。那国と信濃国似ている気がします。そして古代信濃国の中心地といえば諏訪になります。諏訪といえば諏訪大社があります。諏訪大社の祭神は武見方です。この神様は出雲の大国主の息子です。下に過ぎないのです。話は変わり、前回伊都国に一大卒がなぜあったのかという理由を説明したいと言っていましたので考察しようと思います。一大卒の役割とは、高間ヶ原は国譲りで出雲を平定し領地を広げました。しかし血縁関係にあった出雲、信濃、古紙三国を特に警戒しなければなりません。監視するために置かれた機関が一大卒だったのではないでしょうか。一大卒の卒は中国の意味では兵士という意味が一般的ですが、死ぬや終了するという意味もあるそうです。ですので一大卒とは出雲封じみたいな意味なのかもしれませんね。はい、全く根拠はありません。私のロマンです。しかしここで視聴者の方には大疑問が出てきていると思います。それは那国はどの邪馬台国説でも福岡になっているということです。ここに異論を唱える研究者はまずいないでしょう、私以外は。しかし魏志倭人伝をよく読むとこの謎はすぐにわかります。魏志倭人伝には言っていない遠い国の名前が21カ国書いてあります。その中に2国木になる国がありました。一つは那国です。実は和には那国が2つ存在しています。そしてもう1カ国がコウコト国です。コウコト、中国の発音ではこうなります。ハオコト、ハオコト。どうでしょうか。私には博多としか聞こえません。コウコト国は博多国だったのではないでしょうか。そして魏志倭人伝はもう一つの那国と博多国には行っていないと書いています。対馬からの航海を想像してみますと、流れの非常に強い対馬海流に逆らい、わざわざ危険を冒してまで福岡に行くメリットがないように感じます。対馬からそのまま対馬海流に乗れば出雲に簡単に到着してしまいます。ですので福岡にあったであろうもう一つの那国と信濃にあった那国とはそもそも別の国なのです。那国から風靡国への道のり。那国から東に行き風靡国に至る。百里、漢はタボといい、副漢はヒルボリという。千余りの家がある。軽井沢周辺から東へ百里43キロ進んでみましょう。薄い峠を越えさらに東に進むと群馬県に入ります。風靡国が群馬県にあるならば、私は群馬県の高崎市あたりに到着したのではないかと思っています。なぜそのように考えたかというと、風靡、中国語の発音は海になります。高崎市周辺、古代は上野国と言っていたそうです。上野国の中に海という地名を探してみました。ありました。田子郡という場所に海という地名があります。海が海国だったのかは不明ですが、ミステリー事件簿説では高崎市を文国に推定します。関東平野。ところでたどり着いた古代関東平野、皆さんはどのようなイメージをお持ちでしょうか。未開、または辺境の地、このようなイメージをお持ちになられているのではないでしょうか。ですが
その解釈は間違いだと断言しましょう。関東は古代より日本で最も栄えていた地域の一つなのです。例えば縄文時代の遺跡は圧倒的に関東、東北に多く見られます。遺跡の数は全体の 95% 以上と言われるほどです。また関東では千葉、東京に特に多くの貝塚があり、土器、土偶も数多く出土していることから、縄文時代の日本の文化の中心は日本列島の西側ではなく東側、関東や東北にあったことは明らかなのです。まずはこちらをご覧ください。これは縄文時代から弥生時代にかけて人口分布を表したデータです。この人口分布図を見ていただければ一目瞭然です。日本は関東から東日本、そして西日本といった風に人口が増えていっています。古代より関東こそが日本の中心だったと言っても過言ではないでしょう。まだ信じられませんか？それではもう一つ決定的な証拠というものをご覧いただきましょう。古墳。一般的には3世紀半ばから7世紀頃にかけて日本で築造された墳丘を持つ墓を古墳と呼ぶそうです。そしてこの図は古墳の密集度です。これを見ると福岡、出雲、近畿、千葉あたりに古墳が集中していることがわかります。その中でも一番古墳が多い地域は兵庫になります。ということは兵庫が邪馬台国だと思われた人もいるでしょうが、古墳もいろいろな種類があり、兵庫の古墳は縦穴の墓や小さな盛り土の墓などもカウントされていて、我々が想像する大きな古墳群ではありません。この図はあくまでも大小様々な古墳もカウントした分布図なのです。次の図を見てください。前方後方墳と呼ばれる古墳の分布図です。前方後方墳とは比較的大きな力を持った豪族が作ることを許されていた古墳の形なのだそうです。後に出てくる前方後円墳に次ぐ格付けだと言われています。この図を見てみますと、これまでの魏志倭人伝の皇帝で訪れた各国の場所とこの古墳の密集度がちょうどぴったり重なっていますね。偶然なのでしょうか？またこんなことを言うと怒られると思いますが、九州にはほとんど前方後方墳がありませんね。なぜなのでしょうか？一つの解釈として九州は大和朝廷とは疎遠だったという可能性がありますね。そして次の図です。この図は埼玉県と群馬県の古墳密集図ですが、やはり高崎市周辺が特に古墳が密集しています。そして古墳といえば皆さんがイメージするのが前方後円墳ではないでしょうか。前方後円墳とは何なのか？古墳はたくさんの形がありますが、こと前方後円墳だけは他の古墳とは全く意味合いが異なります。実は前方後円墳は大和王権の王族をはじめ大和朝廷でも中枢で活躍したトップクラスの豪族だけに作ることが許されていた古墳なのです。それを踏まえてこの図を見てください。私たちのイメージですと奈良や大阪に多いイメージの前方後円墳ですが、一番多い地域は意外にも関東地域で、特に千葉や茨城に集中して多くあります。天皇や大和朝廷の中枢にいた人たちしか作ることが許されない前方後円墳が千葉や茨城に多くあるということは、客観的に考えれば大和朝廷の系譜は元を正せば関東だということがわかります。また関東勢が初期の大和朝廷の政治を動かしていたとも考えられます。少し話が逸れてしまいましたので魏志倭人伝に戻り邪馬台国に向かいましょう。東馬国水行20日。南東馬国に至る水行20日である。漢はビビと言い、福はビビダリという。およそ5万個。魏志倭人伝の記述によりますと、文国と推測した高崎市周辺から東馬国に行くには船で20日かかったと書いています。地図を見ればわかると思いますが、
高崎市周辺には利根川があります。ですが古代の利根川は現代と違い東京湾に流れていました。東馬国に行くために文国から利根川を船で下ったと考えられます。視聴者の方の中には利根川を下るのに20日もかからないのではないかと疑問に思うかもしれません。私も初めはそう思いました。ですが皆さん古代の旅というものを想像してほしいのですが、電気もなく道も整備されていない藪の中を歩いていくのです。食料も現地調達しなければなりませんし、野宿するにしても荷下ろしや荷積み、食事等の準備にかなりの時間を割かなければなりません。しかも太陽の昇っている間しか活動なんてできません。 YouTube でブッシュクラフトという野宿をする動画を見ていただければ大変さがわかると思います。何が言いたいのかというと、邪馬台国時代の旅というのは日中の大半の時間を食料や野宿の準備に費やしていたということが言いたいのです。推測ですが1日に2時間から5時間くらいしか移動時間がなかったのではないでしょうか。水行20日も例外ではありません。高崎市から東京湾まで出たとすると約120キロです。これを20日で割ると1日に約6キロメートル進んだと推測できます。たった6キロメートルと思った方もいると思います。参考までに他の YouTuber さんがボートで60キロ川下りする企画の動画を視聴したのですが、その方たちは1時間で1キロくらいしか進めませんでした。その方たちはとても大きな川を下っていましたが、上流は川底が浅くボートでもそこをすっていました。川下りは想像以上に過酷そうでした。ですので水行1日6キロは現実的な数値だと私は思います。そして20日かけ東馬国に到着した場所ですが、私はおそらく川崎から上野あたりに到着したのではないかと考えました。そしてその周辺には多摩を中心にした東馬国があったのではないかと推測します。何より東馬と多摩の発音が似ています。多摩周辺を東馬国と推定し、いよいよ最終到着地点女王国邪馬台国に向かいましょう。石輪神殿の記述には次のように書いています。南邪馬台国に至る女王が都を置くところである。水行10日立行1ヶ月である。間に石場がある。次は琵琶章といい、次は琵琶櫛といい、次を土家庭という、およそ7万個と書いてあります。東馬国からさらに水行10日、そしてそこから徒歩で1ヶ月かかると書いてあります。水行10日は約60キロだと仮定するならば、だいたい木更津あたりに上陸すると思います。木更津あたりに上陸、一体何の意味があるのでしょうか。古代よりこのあたりに上陸した人たちはある理由でここを訪れました。それは東北方面に行くために通らなければならないルートだったのです。実は古代東京より東側には広大な沼が広がっていて通行できませんでした。古代の人はわざわざ船で迂回して東北方面に行っていたそうです。神話にも登場する大和たけるもこのルートで茨城方面に向かっています。随分後の平安時代になってもまだこのルートを使っていたそうです。そして木更津あたりに上陸したということは邪馬台国の場所は茨城方面にあるということにもなります。立行1ヶ月徒歩で1ヶ月となりますと船よりは遅くなると考えられますので、先ほどの水行では1日6キロでしたので、そうですね、最大でも1日に進む平均距離を最大5キロくらいと仮定しましょう。5キロ ×30 日ですので150キロ圏内というところでしょうか。木更津周辺から100キロから150キロくらいのところに邪馬台国がありそうです。となると地図上ではどうなるのでしょうか。鹿島から石岡市、もう少し北の水戸市くらいでしょうか。
どちらにせよ、茨城県内は邪馬台国だった可能性があります。やっと到着しました。邪馬台国。ミステリー事件簿説では、茨城県及びその周辺に邪馬台国があったことになります。ではさらに絞り込み、卑弥呼はどこに住んでいたのか、を検証します。私は3箇所、候補地を絞りました。1つは鹿島神宮、2つは香取神宮。この2つの神宮、名前くらいは聞いたことがあると思います。西暦927年の神社の格式を定めた延喜式では、伊勢神宮内宮、鹿島神宮、香取神宮の三社のみが神宮と表記されています。江戸時代まで天皇家と関係する神宮は伊勢、鹿島、香取の3つしかありませんでした。しかも3つのうち2つが約20キロ圏内に位置しています。さらにこの2つの神宮は伊勢神宮よりはるか昔に創建されていることが明らかになっています。それにしてもおかしいと思いませんか？大和朝廷はなぜ日本の東の辺境の地にある鹿島神宮、香取神宮を優遇または信仰していたのでしょうか？そして天皇の血脈にしか作ることが許されなかった前方後円墳がなぜ関東に多いのでしょうか？またなぜか関東は古代縄文時代より日本で一番人が多く住んでいた地域でした。そしてやはり一番の謎が和を極東からまとめ上げた卑弥呼の存在なのではないでしょうか。卑弥呼とは一体何者だったのでしょうか。邪馬台国を探る上で重要な鍵を握る卑弥呼の存在について考察してみましょう。諸国から共立された王である卑弥呼は鬼道を司る独身女性で、弟と共に邪馬台国と和の連合国の政務を担っていました。よく卑弥呼の名前の中に卑しいという文字を使っていることから、魏は和国を軽蔑していたという人がいますが、それはおそらく間違いです。卑という字は現代日本では卑しいと解釈しますが、中国の和訳では姫という意味だそうです。ですので卑弥呼とは姫巫女みたいな意味だったのではないかと私は解釈しています。魏志倭人伝の記述は決して侮辱的な意味合いはないのです。新井白石の呪縛。新井白石という人物をご存知でしょうか。江戸時代から現代まで続く邪馬台国論争ですが、我が国における本格的な邪馬台国研究の先駆者は新井白石から始まりました。新井白石は聖徳6年1716年に完成させた古史通和空門という書物を執筆しており、その中で魏志倭実録に僧侶と述べ書かれている内容が全て正しいと解釈しています。そして新井白石は魏志倭人伝に書かれている和の国々を当時の地名に照らし合わせていきました。対馬国を対馬、一四国を壱岐、松露国を肥前の国、松浦郡といった具合に、実は現在でもほぼ定説と考えられている否定値は彼が最初に推測したものだったのです。また和人伝に記されている年代や官名、風俗等についても考察し、科学的実証的な研究を行っています。卑弥呼については新井白石もまた神宮皇后であるとして、日本書紀以来の定説から抜け切れていませんでしたが、邪馬台国論争は彼によって初めて学問として研究する対象となったといえます。新井白石は初めの古史通和空門では邪馬台国は大和の国であると考えてました。しかしその後に記した外国のこと長所では、邪馬台国は筑後の国の大和軍であると書いています。これは邪馬台国畿内説から九州説に考えが変わったということです。つまり新井白石は邪馬台国研究の先鞭をつけたと同時に、今日までの論争の火種畿内説と九州説をも自分自身で喪失してしまったのです。新井白石は卑弥呼のことを卑弥呼、つまり太陽神を表す
火の巫女と解釈していたそうです。私もこの説には同意見です。巫女姫は太陽を信仰対象にしていた神道に言い換えれば、太陽の化身であるアマテラス大神を信仰対象にしていたのではないでしょうか。卑弥呼が操ったとされる鬼道というものは、おそらく古代の神道だったと推測できます。卑弥呼にとって、いや和人にとって、太陽とは神そのものなのです。であるならば、神道の頂点に立つ卑弥呼は太陽に一番近い場所にいなければならないのです。太陽に一番近い場所、実は日本には2箇所あります。まず一つ目の場所は、太陽信仰の概念で考えられます。私たち現代の日本人も太陽に手を合わせ祈ることがあると思います。ではそれはいつ、どんな時に手を合わせるのでしょうか。日中、正午頃、または夕日に向かってでしょうか。どうでしょう、あまり手を合わせるイメージはありませんね。元旦の正月、皆さんも太陽に手を合わせたりしませんか。そうです、日本人は日の出の時に太陽に手を合わせて拝むのです。実は日の出を神聖視しているのは日本人だけでなく、古代より日の出は世界中で信仰の対象になっています。卑弥呼も当然日の出を特別神聖視していたでしょう。遥か昔、太陽を信仰していたであろう古代の人々は、もっともっと日の出に近づきたいと、太陽の昇る方角に移動していったと想像できます。地図を見てみましょう。本州の東、日本で太陽が一番早く昇るその場所の一つに茨城県があります。そして茨城県内の中でも、さらに太陽に一番近い場所に鹿島神宮、香取神宮があるのです。これが卑弥呼が鹿島か香取にいたのではないかと推測している理由です。そしてもう一つ候補地があります。それは天照大神たち天津神が住んでいた場所、高間ヶ原です。卑弥呼が天照大神を信仰していたとするならば、高間ヶ原に住んでいてもおかしくはありません。ですが、皆さんは高間ヶ原というものは実在しない天国とか深海みたいなイメージがあると思います。先ほど荒井白石のお話をしましたが、あの荒井白石は高間ヶ原を実在した場所として辞書で紹介しています。その場所はどこかというと、茨城県の高間ヶ原というそのままの場所があり、白石はその場所が危機に書かれている高間ヶ原だとしています。実は鹿島神宮の周囲に高間ヶ原と呼ばれる場所は3カ所もあるそうです。ということは、鹿島神宮の周囲全体が高間ヶ原だった可能性もありますね。ミステリー事件簿説では、卑弥呼の住んでいた場所は鹿島神宮及びその周辺と推定します。古代神社の取れた場所、邪馬台国論争では特に四国説の方が根拠によく出している神社というものがあります。魏志倭人伝では、神社と呼ばれる鉱物、現代では水銀の一種だと思われるものが邪馬台国で取れると書いてあります。私はこの神社の取れた場所について調べていたんですが、邪馬台国関連の資料には関東地方のことは省かれており、詳細が分かりませんでした。ですが7世紀末の俗日本記に書いてありました。それによると、文武天皇2年698年9月28日の上で伊勢、備前国、伊予国、日向国、そして日立国から神社が献上されたと書かれていました。ちなみに日立国とは茨城県の古代の呼び名です。当時はまだ神社が取れた場所はこの5カ国だけなのだそうです。逆を返せば、茨城県、岡山県、愛媛県、大分県、三重県、この5つの県のどこかに邪馬台国があると絞り込むこともできますね。日本の別名、大和日高国。神道では乗人と呼ばれる、仏教で例えるとお経みたいなものがありますが、その中でも一番重要な
祝詞の一つに大祓の言葉というものがあります。その大祓の言葉の中に日本を最上級に美化した呼び方として大和日田上国という呼び方をしている箇所があります。もちろん機器にも大和の日田上国と書かれている箇所がたくさんあります。また中国の歴史書旧唐書にも大和日田上国という言葉が盛んに使われています。現在大和日田上国は大和の下に書かれていることから奈良の大和を示すのではないかというのが定説になっています。ウィキペディアから抜粋しますと、日田上の国は日本の古代において大和を美化して用いた語、大和から見た東方の辺境の地域のことと書いてあります。当時日本のことをわざわざ東方の辺境の地域日田上国と名乗っているのも不思議な話です。鎌倉時代にできた日本書紀の注釈書釈日本記に日田上国の解説があります。日田地国編には第36代高徳天皇の5代つまり大化の改新の時代に茨城に新しい行政区として志田郡が置かれ、この土地はもともとは日田上国と呼ばれた地域であると解説されています。日本という国は Y イコール大和と日田上国の2つの国が合体して出来上がった可能性があるのです。この2つの国という認識は10世紀から11世紀に成立した大陸の歴史書旧唐書及び新唐書にも見られます。両書に日本伝があり、どちらも同様に小国が大国和国を併合し日本と名乗ると説明しています。日本からの使者がそう伝えたと言いますから、これが当時の我が国の公式見解と言っても良いでしょう。大祓の言葉などと照らし合わせて考えれば、両唐書にある小国が日田上国を指していた可能性は十分にあります。日本は日田上国が和を併合することで成立した国だったのではないでしょうか。天皇家と関係する2つの神宮が1つの地域にあるということ、また今でも鹿島神宮の周辺には高間ヶ原という地名が3つもあるということ、それはそこに高間ヶ原があったということであり、そこに天皇家の故郷があったとすると、縄文遺跡、土器、土偶の出土が関東に圧倒的に多いことも相まって、当時関東を中心とした緩やかな氏族連合国家が東日本に広がっており、それが鹿島、香取といった2つの神宮を中心とする祭祀国邪馬台国がそこに存在していたと予想することはできないでしょうか。